これ油が切ったんですけど、これどういうことですか、弁償してもらえますかね。でもこれ僕のオイルかっていう証拠ありますかね。あ、ノリ本命字で書いてる、ね、あ、本当ですね。僕のですね、これ。すいません、あのクリーニング代払います。すいません。了解です、了解ぐらいです。おはようございます。おはようございます。オスとメスです。はい。あんな生産の国ですか。マジック。カワウソでも岡山いないんですか。ヌートリアしかいません。それでもよう見たらヌートリアって言われたらヌートリアです。どっちがオスでどっちがメスな。濃いのがオスです。濃いのがオス。はい。屋根の上にボトンってなんか落ちて、ほうはって思ってしたらコロコロって転がってきて、ほうしたら魚の頭がコロンって落ちてきて、ほうてか多分鳥が食うよってバン落としたね。絶対そうですね。ほうほうびっくりした。それでその後ちょっと車洗うわってあの軽音を、はい、その頭じゃ思った時はほっといたんや、いじりよったけ、はい、洗車しようとしてから、なんこれ、魚の頭こんな子に魚の頭がって海に掘り捨ててくれて、そんな…天然痘の天然 PNT。 あ、そういうことですか。僕はてっきりこの工事何の意味ルーニーってチャンバーが短いですよね、全体的に。ビートってもっと長くない？今つけてるの短いでしょ。短いですね。もうサイレンスがこれぐらいしかないんですよ。おお。だけもうこの辺でぐらいな。だけど油の散り量がビートより知らんなんですよ。この辺とかもう絶対に散っとったんだけど、はい、知らんし、ヘルメットも着てないんですよ。へえー。ここからが直撃しますね。ウインカーが僕のもっとでけえけ。ああ、なるほど。あれじゃないですか。新品で買ったんですよね。新品。あのチャンバー内にまだオイルが溜まってないんで飛びが少ないんですよ。それもあるかもね。ビートのチャンバーって言ったら多分もう使い古されてるけ、うん。だいぶ。兄貴さん、定位置で走ったら追いかけれます？どこもあの橋ぐらいまで行っても追いかけれます？
あ、何台かで行った方がかっこいいですね。行きましょうか。男組先駆け男組じゃない。男組みたいな。何3台であの橋ぐらいまで行って U ターンして帰ってきましょう、はい、ドローンで多分追いかけてくれるんで、いい絵が撮れたんじゃないでしょうかね。ここはあの奥でおみくじを買うじゃないですか、はい、最後ここへ流すんです。あ、なんかやるよってね、はい、うん、僕も知らなかったんですけど。何を買うて？おみくじ、おみくじ買ってここへ流すんです。ほんであの溶ける紙なんで、うーん、あー、そのゴミにはな、自然に帰るからなんですね。今度お祭りの時来てくれたら、うん、おみこし担いでそのままここ入っていくんですよ。嘘じゃないんでしょうね。本当です、本当です。おみこし担いで入るの、ね、もうずっと入っていこう。汗、汗もねえでしょ、これ。ちょっと、ノリさんが今、ピクッとしたら、いきなり大声。びっくりしました。深いです、深いです。どこまで行くんですか？もう、あの、向こう岸にあの、黄色いやつ見える。うん、ああ、そこまで。はい、ずーっと。行けるんです？え、人間泳いで行くんですよ、ほんなら。そうです、そうです。おみこし。はい。おみこし浮くんでね、おみこしが。ああ、はい、そういうことか。でも、ふんどしっていうかなんか。ふんどしです、ふんどし。足が倒れる。馬です？はい。そういうないんでしょうね。そう、祭りがあるらしいです。あっちまで。あ、もう汗こんだけだっけな。そうです。ここが、うん、もう向こうまで。かん、干潮になったら。あの小豆島の。エンジェルロードみたいな感じですよ。単車でも行ける。もう1時間待ってくれたら多分行けると思う。ぜひ来てください。またお祭りの時には。それはいつあるんですか。僕もいつかは知りません。いつかは知りません。竹地半平だ。はい。じゃないです、じゃない。はい。何個か銅像あるんですよ、高知。はい。すみさん。竹地半平とおるでしょ。で、室戸岬と足摺岬にも銅像が一体ずついて、その3人が、海の方見てるんですね。それが重なったところがあるんですけど、坂本龍馬が脱藩したじゃないですか。やきもう高知には帰ってこれないんで、海から高知をずっと見たっていう場所があるんですよ。そこを3人の目線が重なったところです。そうだった。はい。
なんかイベントですか？ほんまに？なんかプレッサーさんこれは全然僕わからん。これもあれ赤の赤の箱スカがかっこええって思う。さあ飯も食わなかった。そうそうご飯、そうまずはご飯と。今日なんか車のイベントやってるんですか？いやもうただのツーリングで。ああ、なるほど。今度は僕ら高知や岡山行かなかんね。僕結構行ってますからね。 TNT 線が。まあ自走で行ったことはないです。岡山やったら自走で行ける距離やろね。ああ、ね、全然行けるでしょ。しかも高速で行くでしょ。そうすぐですよ。1時間半2時間え、通勤とかでも気にならん。全然余裕ですね。はい。岡山はやっぱ結構走る量がある。ありますよ。うん、ありますよ。山とかの北部の方から走りやすい。あんまり一回行かないからね、そら。海が高知みたいにないですよ。あでもあの日なせの方行ったら海沿い走ってカフェがあって。あ、この間あの森田が言ってたうどん屋。おやった、 あれ美味しかったです。はい。あの道も良かったです ね。走りやすかったです。つみさんありがとうございました。またよろしくお願いします。また遊びに行かせてもらいます。KH置いていきますんで、はい、ありがとうございました。今日はまたよろしくお願いします。また願いします。花さんまたよろしくお願いします。ごちそうさまでした。今日は高知のこと、東京の方が。花さん気をつけて帰ってください。はい、アベに降らないように。変わらんでな、もう変わらんでな。まだあれやったら降ってないと思うけどね。そうですね。お疲れ様でした。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。気をつけて帰ってください。とりあえずまあウエスト、うん、だけどあの辺でも天気がもうやばそうなって通過してみたいしね。ああそうですね。もう一気に香川の埼玉で行ったらマシやね。ああ埼玉で行ったらマシかもしれないですね。山越えて埼玉で具体的に僕らに無理を誘う。埼玉で香川まで一気に行けない行けない。今あのトンネルが抜け中ろ。そうですね。うん、ね、あれなんか出来中が早いみたいに言ったけども、はい、お別れしたら僕らの文句を二人で。いやいや、ないですないです。お疲れ様でした。ありがとうございました。